おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月24日になります。1月もそろそろ終わりですが、今日も相場解説やっていこうと思います。相場解説ってね、いわゆる予測を一部していることになりますけども、この予測がね、当たった当たらないみたいな占い師みたいなことをやってるわけではないんですよ。当たったなら当たったなりに、どの根拠が良かったのか、それを残していくことで、当たらなかったら当たらなかったで、どこが見間違えていたのかっていうことをきちんと残していくこと、この2つによってですね、相場解説によって私はもちろん利益も取りながら損害を受けながらなんですけども、一つ一つ必ず積み重なっていくのが見識と見解なんですよ。で、これがですね、経験になって私の次の挑戦エントリーを支えてくれるんですよね。まあ、ですんでね、10回やって10回外れました。それも大事な見識で見解であり経験なんですよ。その失敗とか損害を受けたことを損で終わらすんじゃなくて、損して得取ってもらいたいなと思いますね。じゃあ今日も週が変わりましたので週足を見ていきます。どうぞ。はい、まあ、週足から見ていきたいんですけども、まずね、1時間足をお見せします。1時間軸では完全に右肩下がりのトレンドになっていましてね。で、高値がどんどん切り下がってるでしょ。高値がこういう風にね切り下がっている、こういうふうにね、尖ったところがいっぱい見えると思うんですよ、ね、尖ったところ、あ、ここもですね。で、どんどん下がってるでしょ、頂点がね。最初はここだったのに、次はここ、次はここ、次はここね、それぞれのところで力点を私ね、赤で書いてるところもあります。例えばこことかこことかね。だから売りで取れていけるんですよ。もう一個言うなら、安値も切り下がってますよね。で、ここでは横一線になってますんで力点をはめましたけどもね、下がっていると。で、今回ちょっと問題にしたいのが、こことここ見てください。ちょっと横で揃っちゃってるところが見えていくと思います。前回私がエグジットしたのが赤い線の113600だったんですけども、正確に言うとね、この辺で仮定ができてるんですよ。下支えですよ。仮定ってもう分かりますかね、仮定ね。だからここを突き破ってさらに下に行くんではないかなって見てるのが今週の相場解説の肝になってきます。で、先週はなんかね、ここの113の600、590をターゲットにしてたんですけども、結局は600の方でギリギリ利益確定ができたよっていう話をしました。で、ここの形っていうのはね、この形っていうのはここに似てるでしょね。こうなって3つ目ぐらいの仮定到達でドーンと下の方に抜けたわけじゃないですか。だからここもこのまま抜けるかもしれないし、もうワンバウンドしながら抜けるかもしれないし、もうさらにワンバウンドしながら抜けるかもしれないしっていう風な、ぼんやりとそういう風に思ってますね。じゃあこれを今週確かめていきながらエントリーにつなげていこうとするわけなんですよ。じゃあ週足の方にシフトしていきますね。はい、これが週間の、これ1本が1週間ですね。まあ、ですのでこの画面だけで数年になるわけですけども、エリオット波動があったっていうのはずいぶん前にお話しました。もう昨年の話になりますけどね。エリオット波動があって、そこを抜けたんで上昇トレンドがもう際立ってきたなっていうところで、もう取りまくったわけですよね。で、一旦下がったんだけども、ここも超えましたってことだったんですけども、次はね、ここをね割っちゃったわけですよ。この高値を割って現在ここに安値がいますよね。で、ここっていうのは横に行ってここを割ってないじゃないですか。だから右肩上がりが継続で良かったんですよ。ただ次にやられたこの高値っていうのは折れ曲がった時にここで終わるんじゃなくて、ここまで伸びちゃいましたんでね、ここ終わりましたんで、ここから私は転換が起きてくるっていうふうに考えます。ただこれを日足と4時間で補填していくために、ちょっとまずはね、日足の方も見ていきますよ。日足、そうですね、これですね、日足。じゃあ日足を見た時に、確かに高値は切り上がっていった。そして今度はこの先ほどの高値をここから割って割り込んでいって下に潜っちゃった。
ここも割り込みましたよね。だからこれは、売りの方に向かっていくんだろうなと思いますけども、最後の過程がですね、ここにありますんで、ここを超えるんだったら、本当にね、底知れず下に行くんじゃないかなと思いますけども、もしかしたら、ここでバウンドして、ぐんと超えて、さらに高値継続をするかもしれないなってのも、頭に入れときます。よろしいですか？ちょっと随分細かい解説を今日はしてますよね。じゃあ4時間です。4時間でポイントになるのは、ここをどうだろうかってことなんですよ。ね、113の600。まあ590でもいいんですけども、600がありますよね。もっと慎重に行くなら、まあ、113の550です。この切り板。この切り板を、どういう風にね、最新版のローソク足が行くのかってことを注目していくのが今週です。これが跳ね返って上に行くのか、跳ね返らずに下に潜っていくのか。さあ、ここが今週の前半で最も注目するポイントになってきます。まあ、いればの4時間なんですけども、じゃあもう一回1時間の方行きますよね。じゃあ1時間で売りが継続されるのか、それとも跳ね返って倍の方に入るのか、これを見ていきましょうって話を今日はさせていただいたってのがわかります？ね。まあ、ですんで、月曜日は、その辺を見ていきます。もしかしたらね、これが横ばいに入ったまんま、今週ずっと横ばいですよ、になるかもしれません。でも、それを覚悟して、今後の、この、値動きを、仮説をいっぱい立てていくわけなんですよね。まあ、いっぱいって言っても、立てて3つ目までですよ。第1仮説、第2仮説、やって第3仮説までです。今日の話は以上ですね。いやー、ちょっと力が入りました。今週は。お年玉もね、いただきましたしね、今週振り返って。なんかその、今週の相場解説は、講義みたいなのがね、結構入りましたね。講義ってのはどういうことかっていうと、別の場面でも使えますよ、みたいな。そんなね、セオリーみたいな感じですよね。めったに出ないけども、ここではこう考えるよっていうふうな臨機応変が、普段の相場解説なんですけども、だから、基礎を身につけておいてくださいねっていうふうに申し上げてるんですよ。普段基礎講座をこの相場解説の間にしたらものすごい長い時間になっちゃいますんでね。でも講義込みで相場解説をするとやっぱりね、まあ、10分とかそこらになっちゃうんですよ。この日々の解説でも今日もちょっと長いでしょ。だからこういうふうにみっちりみっちり時間をかけていく分にはもうちょっと別のコースを設けないといけない段階入ってきたかなと思うんですよ。でおかげさまで私の FX本当にね、大切に毎度毎度見てくださる方が、50名前後、いつもいらっしゃるんですよね。もうこの50名前後のために、もうちょっと、レベルの高いね、FX を、よりリアルタイムに、やっていけないかなと思ってます。今まで、FX の講座っていうのは初級編と中級編出していきますけども、これは、いわゆる、まあ、いつでもね、身につけといてくださいよね、っていうふうなセオリーになってきます。基礎の用語、そしてフォーメーションみたいなセオリーです。まあ4つの攻略方法をね、ゾーンをはじめ、エリオット波動とかね、お伝えしましたけども、今度はね、よりリアルタイムに、日々時間を追いながら、やっていくような講座ができないかなと思ってるんですよ。で、これはね、実際に私がエントリーをしたりとか、どこでエントリーする、リスクレアードを変更するのかとか、ゼロライン設定をどのように変えていってるのかってことを、本当なんかね、リアルタイムに近い形でやっていきたいと思いますし、実際にリアルタイムでライブみたいな感じでやってみたいなと思うんですよね。まあちょっとそういう風に思ってるよってことだけでございます。なんとか今年に前半には実現したいと思ってますんで、その際はまたお知らせさせてもらいます。ちょっと長くなっちゃってすいません。以上です。ありがとうございます。おはようございます。速稼塾の久保です。まあ今日は1月25日、相場解説に入るんですけども、FX のことをね、まず一からちょっと考えてみてほしいなと思います。まあ、いろんな切り口があるんですけども、FX って買うか売るかの2択なんですよね。もちろん何もしないってことを考えると3択になりますけども、基本的には買って儲けるのか、売って儲けるのかになります。つまりは、超か半かなんですよね。買いにかけるのか、売りにかけるのかって言い方もできます。何も学ばなければ、勝負は五分五分の超半博打なんですよ。まさにギャンブルなんです。そのギャンブルをどうやってね、投資のレベルまで持っていくかっていうのは、これは技術、これを手に入れるしかありません。
技術っていうのは知識なんですよ。そして知識をどう使っていくかというスキル、これを組み合わせてギャンブルをどん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 投資の領域に持っていくんですね。で、投資の領域に行くと、もうここは科学ですから、確率論とか統計ですから、高い確率で勝利を手にすることができる、高い確率でお金を増やすことができるということになります。でも残念ながら学ばない人っていうのはギャンブルの域は出ないんですよ。だからずっと五分五分なんですよね。五分五分ってことは2分の1の可能性でずっと資金をなくしていくってことなんで、いつかなくなっちゃうんですよ。そうなるとギャンブルってのは売買ゲーム、負ければ負けるほど取り戻そうと思って賭け金が大きくなっていくってことになります。ここもギャンブルと投資、全く発想が逆になってくるんですよね。投資ってのはリスクヘッジなんですよ。ということは投資になればなるほど、いわゆるね、ベットする金額ってのは全体の資金量から比べて減ってくるんですよ、実は。さあ、じゃあね、私が一番最初に FX を始めた時、どんな金額入れたかっていうと、お金もないのに何万円とか、時には10万円とかっていうのを入れるんですよ。お金もないのにですよ。今はしっかりお金があります。でも1回のエントリーで入れる金額は数万から数十万ってことはありません。お金はしっかりあるのに、1回のベットでマックスで1万円ぐらいですね。で、大体それよりも少ない金額なんですよ。こういう風になってくるんですよ。だから全く逆でしょ。全体の資金量が少ない時にエントリーする資金量ってのは割合としては大きいところから、だんだんギャンブルから投資になっていくに従って、資金が潤沢だけども、でもベットする金額は少なくなる。つまりリスクエッジされてるんですよ。投資に入れる金額が全くなくなっても、全体の資金にはあまり影響がないようにしてます。具体的に言うと、全資金の 1% をマックスとして私は FX でベットしてるわけなんですよね。全資金量の 1% ですよ。だから FX の口座に100万円入れるとして、1ベットが1万円なんですよ。で、今、FX の口座には50万円に落としましたんで、じゃあ1回のエントリーっていうのは5000円ぐらいになってきますよね。つまりは勝ち切るためにはだんだんリスクを減らしていくってことになるんですよ。でも最初は言っても失うものがないですから、割とですね、ギャンブルチックな書き方でお金を増やしていくってことになっちゃうんですよね。でもこれ最初からギャンブルじゃなくて、最初から投資のようにね、全体の資金量からリスクエッジを考えた金額にできないでしょうか。いや、私はそうするべきだと思うんですよ。だから 0.01 とかね、0.1 の10円ベッドとか100円ベッドをお勧めしています。そうなるとたった1万円しか資金がなくても1000回とか100回とかエントリーできるでしょ。さすがにね、数百回やるとスキルは上がりますから、そうなると負けにくくなって、資金が1万円入れた資金がなくならないってことになります。逆に増えていきますんでね、2万とか3万とか安定的に確率としてね、増えていけるようになったら、あとは資金を増やすのはそこから自由ですから、そこからもう精神力の勝負になってきます。はい、じゃあここまでまとめます。まずは知識を手に入れましょう。その次は経験するその知識の使い方を学んでいきます。で、最後は精神力です。ベットする金額を大きくした時に本当にブレずにいけるだろうか。資金が少ない時、リスクヘッジの非常に小さい時と同じような精神力でやっていけるだろうか。例えて言えば、15センチ上の平均台を歩く時に転んで落ちても怪我はしませんよね。でも15センチじゃなくて、これが150メートルだったら致命傷です。でもやってることってのは15センチ上の平均台でも150メートル上の平均台でも一緒なんですよ。同じ精神力で持っていけますかってことが、まさに FX でも言えるんですよね。はい、ちょっとご託が長くなりましたけども、今日の講義はこの辺でですね、メンタルチェックをしていただいて、いつものように相場解説に移っていこうかと思います。こちらです。はい、まず日足をご覧いただきましたけども、高度の下回転といいますか、ここで頂点をつけた後ずっと落ちていきました。上がるかなと思ったんですけども、横ばいにならずにさらに下がっていきました。この後どういう動きをするかってことなんですが、このまま見ていけばね、ここまで落ちる可能性は十分あるよと。その前にここで拮抗しているポイントもあるから、ここでね、横ばいになる可能性もあるわけなんですよ。それを見ていきましょう。横ばいになったとしても、この後横ばいからブレイクして下に行く、もしくは上に行くしかないわけですから。ただ横ばいに入っていただくと、上に行くのか下に行くのかを決める時間が与えられますんで、今日はその時間に使っていきましょうってことになります。じゃあ4時間ですね。今日エントリーできればね、本当にいいんですけどね。はい、じゃあ以前の力点がここにありまして、今回の力点ここだということで、113円の600を
ベンチマークしましたよね。これはとりもなさず、前回リスクリワードで、エントリーした時にちょうどですね114の235でエントリーした時にロスカットラインを背中にして、じゃあ113円の600まで長くし、セルで儲けていきましょうっていうのがストライクしたところだったと思います。で、多くの方って言ったらちょっと語弊がありますけども、投資の中級者以上の上級者の方がね、同じように、私と同じように作戦立てていたんで、600円前後でみんな利確したんですよ。利確したからここでヒゲを出してですね、とどまってるんですよね。これが私は手に取るようにわかります。同じように、私と同じように勝ち切った人がたくさんいたからこうなってるんだろうなと。逆に、エントリーはしたんだけども、タイミングを間違えてロスカットにあっちゃった方も、このヒゲとかね、要請に含まれてると思いますよ。誰かの損切りは誰かの利確ですからね。誰かの損切りは誰かの利確。で、今回私は損切りの方じゃなくて利確の方に行きましたよっていうことですね。なぜなら戦略が114の235、チャートバーがここにいる時に私はもうここが、これが見えていたからですよね。で、皆さんにもそれをお見せしたわけなんですよ。だから何も考えずに私に相乗りした方も勝てたかもしれませんけども、それでは、ね、意味がないんですよ。私がいなくても、この相場解説がなくても勝てるようになっていただきたいんでね。じゃあ1時間見ていきましょう。1時間ではどういう風になっているかってことですけども、もう横ばいですよね、これね。横ばいです。このポイント、このポイント、このポイントを横に結んで、やっぱり113600が何回も出てきますね。だから仮定はここにしときましょう。で、上程なんですけども、上の方はね、まあここですね。こことヒゲ先ということで、113円の980、ここを持っていきましょう。この間でのレンジを今回作ったということにしときましょうかね。じゃあ今日25日レンジ、113の980から113の600、非常に小さいレンジなんで、レンジ内で儲ける、アップダウンで儲けることはちょっとできませんけども、でもブレイク狙いにはなかなかいい金額なんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ不透明でこれにしていきましょうか。はい、じゃあね、サムネイルもできましたんで、ついでに、この幅で今後見ていこうかと思います。ここを破ればバイで入るし、ここを破ればセルで入る、まあ、そんな火曜日、水曜日、木曜日にしたいと思います。今回の解説は以上です。ちょっと長くなりましたけども、前半で申し上げたことを忘れないでくださいね。それじゃあ、いってらっしゃい。はい、おはようございます。追加配信になります。1月26日朝6時の相場解説になります。今日はね、4時間と1時間の簡易版でお届けします。昨日ちょっと長い講義になりましたんで、ご覧いただいているのが4時間です。4時間はストーンとね、こっち落ちていきましたね。この流れがありますんで、右肩下がりということになります。で、肝心なことなんですけども、こことここがやっぱりね、113円の600あたりが本当にね、重要なラインになりましたね。もう私はね、ここをテイクプロフィットラインとしてセルでエントリーした時に使ったんですけども、これがね、ここまで生きるとはね、思ってました。思ってたんですよ。で、どういうことかっていうと、ここで黄色いフェーズがありますけども、横ばいに入ってるような感じだというふうに私思ったんですけども、若干の右肩上がりの横ばいなんですよね。これを1時間で見ていただければと思います。はい。じゃあ1時間。簡易版ですんでね、今日は短いですよ。黄色で囲って、このレンジの中をうろうろするのかなと思って見てたんですよね。ですから昨日はここをブレイクしたんで、エントリーできるじゃないかって思ったんですけども、まあ様子を見ていましたらね、すぐに内側に入っちゃったじゃないですか。だからまあ、昨日はね、ブレイクして、ここでエントリーしても全然良かったんですよ。まあそこそこね、10ピップスぐらいは取れたと思いますんで。まあけど、私は10ピップスを取りに行くよりも、じっくり見ていたんですよ。もし抜けるならもうちょっと大きく抜けるんじゃないかなと思ったんですよね。で、私はね、このレンジ、上程と仮定を決めたときに、この黄色の中で推移していくのかなと、大雑把に踏んだんですけども、どうも昨日の動きを見てると、こういう風なね、右肩上がりのトレンドを形成するんではないかなと。だから、横ばいというよりも、若干右肩上がりになっていくんではなかろうかと思ってます。ギザギザしながら、ちょうどね、フラッグを作るような形で、
行くんではないかなと思ってるんですよね。こういう風な感じでギザギザ上がっていくと。で、こっちの方に抜けるか、こっちの方に抜けるかはわからないんですけども、その抜けた方向についていくという形で、横ばいのレンジをですね、ちょっとこう、斜めにして、このレンジで、抜けていく方向を確認しようかと思います。それが、まあ今日の相場解説になります。では、1月26日、水曜日ですけども、まあエントリーをするならね、今日か明日になります。今日はエントリーするタイミング見つからないかもしれませんけども、そうなったらね、明日この戦略で、このレンジ戦略で攻略していこうかと思います。では本日は以上です。じゃあありがとうございました。おはようございます。11月27日朝5時の相場解説になります。ここのところですね、一つのキーポイントとなる数値がまた際立ってきました。それがですね、113の600です。113円の600なんですけども、ここで私は利確をして、そしてですね、多くの、まあ上級者、中級者以上の投資家さんが同じポイントで利確をしました。まあそれがね、色濃く現れているのが、まあ今週の相場解説、全般に出てると思いますけども、その辺も絡めてね、今日は解説をしていきたいと思いますので、改めてこちらの方どうぞ、日足です。はい、日足を見ていただいて、113円の600。まあ当初はね、590という風な形で申し上げていましたけども、結局113円の600というポイントがかなりね、この赤い線を引いたのがかなりセンスが良かったっていうのがね、また際立ってくるんですけども、ほんとこのね、惚れ惚れするぐらいのね、ラインでしたね。ほら、ここで私が利確したのと同時に、他の多くの私と同じようなレベルのね、投資家さんもここで利確してるんですよ。だから、もう売り圧力がなくなって、上昇に転じてるんですよね。これ、ここの意味わかります?途中からは、ロスカットを巻き込んでますけども、でも、この113円の600で、多くの投資家さんが投じた、そこそこね、大量の資金、これが利益に変わってるってことなんですよ。まあ、ですんで、こっから始まった売りトレンドで、仕掛け損なった人ね。で、私の場合は110円の235で、ショートでエントリーしました。要するに売りでエントリーしましたけども、これが遅れた方っていうのは、決済手数料、スプレッドを抱えたまんま、うろうろして決済できないまんまですね。私たち上級投資家の利確にあって、で、ロスカットを巻き込んで、こう逆転してるっていう悲劇に見舞われてるわけなんですよ。まあ私はここでですね、買いに転じるところまでのタフさはなかったんですけども、でもね、今日解説で申し上げますけども、途中から買いを入れてますよ。そのことも今週はお話してます。どこで買いを入れるべきか、これもお話してますんで、そこをちょっと一緒に見ていきましょう。4時間です。黄色くなぞってますけどもね、お分かりでしょ?上程と下程を決めて、私はこのレンジを指し示しました。と同時に念のためにですね、上昇トレンドのチャンネルラインもこういうふうに示してるはずなんですよ。この2つを伸ばしていくと、ここで買いエントリーに入れたと思います。悪くてもここで買いエントリーに入れてると思います。いかがですか?この2つのポイント。まあ当然私はここを突き破って買いでブレイクですよ。で、昨日このチャンネルラインを相場解説で申し上げましたんで、これを見てた方とかね、あとはきちんと準備できた方は、ここで、この横ばいがちょっと始まった段階で、あ、これブレイクしたらブレイクした方向についていこうっていう風に発想になったと思います。もちろん、これ下にも触れてますんでね、下髭でロスカット食らっちゃった方もいると思いますけども、それでも諦めずにバイを入れた方は、きちんと利益ね、最大で、この辺りまで行ってるわけですからね。で、ここで利確した人が、この髭を作ってるっていう仕組みですから。いかがですか ?1 時間見てみましょうか。その前に、昨日の夕方の1時間見てみますよ。ほら。1月26日18時の時点で、ぐっと伸びてるわけですよ。この時にもう入れてないといけないんですよ。あ、レンジを抜けてブレイクした。ここでもブレイクしたけど、もう一回トライだって感じでね。いけるかってことと、ここでいけなくても、このまんまこれが伸びてきたら、ここに触れた時点で、バイでエントリーしようかなっていうふうな構えができてるかのこの2つなんですよ。
じゃあ改めて今現在の1時間を見てみますよ。こういう形になってるわけですよ。チャンネルライン引きますよ。斜めにこう引いて、ほら、この横ばいグニョグニョでバイでエントリーする構えができてるかどうかですよね。そして上級者はこっからエントリーしてます。なぜなら一番最初に決めたレンジ、ここが目安になってですね、ブレイクアウトが可能になってるからなんですよ。もちろんここで苦い思いしたことも覚悟の上で入るわけですよ。当然エントリーにはリスクがつきものですから。だからロスカットラインを設けるわけですよ。じゃあロスカットラインをここに設けました。ここにね、113円の915あたりに設けました。ロスカットかかってます？そっから全くかかってなくて、このブレイクアウトをきれいにグーンと決まってますよね。大幅利益ですよ。これは114円のジャストで入りたとしても50ピップスぐらいはぶち抜けてるはずなんですよ。いかがですかね、はい、いや図らずも今週の山場になりましたけども、月曜日、火曜日、そして水曜日とはしっかりと検証してレンジ幅を設定、常にチャネルラインを斜めに引いた、この2つのポイントがあったら今週が取れてるはずなんですよ。50ピップスですよ。50ピップスというとおいくらですか？5万円ぐらいになってるはずです。1ロットで5万前後ね。これを取れていてほしいなと思いますね。まあ1月お年玉の習慣もありましたけども、これ2発目のお年玉になったんじゃないですか。はい、じゃあ今週は以上です。解説ね、非常に分かりやすくお伝えしてるつもりなんですけども、それでもねちょっと受け取りできれてないよって方は個別でメールをください。もっともっと細かく説明して勝たせるために私は存在してますんでね。じゃあ以上です。ありがとうございました。おはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX の相場解説はちょっと長いですよ。まずはいつも通り相場解説これありますけども、昨日一昨日あたりからずっとね、今週のクライマックスが来ると思ってレンジの黄色いボックス作ってたでしょ。あそこが私の気合いの表れなんですけども、あそこをブレイクしてからものすごく利益が取れる、その形が見えたと思います。そちらの方にフォーカスして1時間の日、あ、1時間足ですか、1時間足をちょっと最初はね連続して振り返りながら解説してまいります。その後で日足4時間という風にね見ていって、そして最後はですね、視聴者さんからの感想、体験談、これを2点こういただいてますんで、そちらの方をちょっと長くなっちゃうんでね、そこでそちらの方は一部を抜粋してお届けしますんで、心してかかってください。それでは画面を切り替えます。こちらです。はい、まずはね、昨日の相場解説が終わって1月27日の朝10時です。この時に押し目予告が出てるの、皆さんご覧いただけましたか？ちょっと順を追って説明しましょうね。まずは黄色いボックスがあったと思いますけども、黄色いボックスね、見えるでしょ、これ、ここをアウトブレイク、1回目のアウトブレイクはすぐ戻っちゃったんで効果がなかったんですけども、2つ目のアウトブレイクは補助線をね斜めにも引いたところがあって、多くの方が入れたんじゃないかなと思います。もう上昇はかなりね、確定的だったんでね。で、こっからエントリーして倍で、エントリーするとですね、ここにチャンネルラインが被っていくんで、まずはここまで利益が取れたんじゃないかなと思います。その後もう一跳ねするんですけども、ずっと前に引いた線がここで生きてくるわけですよね。114円の732です。ここまで価格がぐんと伸びて、そしてやっぱりね、私と同様同じポイントで上級者の方が利確したんですよ。だから一気に価格が下がりました。しかし114円の520でまたね反転してくるわけなんですよ。この114円の520あたりでの反転っていうのはなんでね予見できるかっていうと、ここです。114円の520というのは上髭を大きく出したところと下髭を大きく出したところがちょうどこのポイントなんですよね。だからこの水準までは押し目が来ると見るんですよ。これは今までお話したことがなかったんですけども、今やっとねお伝えすることができます。まあですんで、ここで私は利確しました。
多くの私と同じようなレベルの方、私以上の方も込みで、ここで利確したが多かったと思います。利確したんですけども、だからこそ、これ押し目ができるわけですよね。で、押し目のポイントがだいたい110円の520だということで、押し目予告を、私はね、自分で持ってたわけなんですね。で、この後、ぐんと上に伸びるというふうに思いましたので、この水準でもう一回、買いでエントリーするわけなんですよ。そうするとどうなるかということなんですけども、はい、N 字上昇が完成しました。昨日の18時、先ほどの1時間軸から8時間後のことです。ね、綺麗に反転して上昇したわけですよね。N っていうのがね、いつも私の脳裏をよぎるわけですよ。ポイントとしては随分前に引いた110.732が、この赤線ね、ずーっと私残したでしょ。これがね、未だに生きてるんですよ。未だに生きてるんで、絶好の利確ポイントになって、そして、114円の520、ここ。ここが押し目のポイントになってですね、さらなる追撃ができるようになったということで、ここまで18時に取れていて、ここでエグジット。昨日のトレードは終了ということなんですよね。ところがですよ、まだ続きがあります。3枚目見ましょうか。はい。これがですね、先ほどです。今時間にして4時31分なんですけども、ちょうど4時。4時の瞬間の、これがチャートなんですけども、利確した半値を持ってですね、私は追撃するつもりです。ですので、ここでエントリーしております。で、こっから、さらなる上昇を見込んでね、28日、金曜日は、18時まで粘ろうかと思います。あとはもう私ね、チャートを見ません。どうなるかわかりませんけども、昨日の利益の半分を使って、もう損のない形でね、ここから追撃していこうかと思います。昨日のね、利益はね、ちょっとえげつなかったんで、1日の利益としてはね、本当に年間数回しか取れないような大きな利益になりました。で、その利益の半分を持って、ここから追撃戦に入ろうかと思います。これ負けても、ここまでの利益が半分になるだけなんで、全然痛くも痒くもないんですよ。プラス、ここで勝てたら、もうね、多分ね、1月にして、今年一番の利益が取れるんじゃないかなと思いますよ。はい。以上でございます。これが振り返りですね。じゃあ、普段通り1時間と4時間を見ていきましょう。1時間軸なんですけども、ここを見てください。ここ。ね。このポイントが力点になるから、ずーっと線を引いて、115円の430というところに赤線を引きました。ね。見事にここに当たったら、下髭を出して、潜ってるでしょ？今、110の191ですよ。だから侮れないポイントですよね。そして113円の600で、こう、跳ね返って上の方に行きました。この流れもきっちりと掴みましたよね。見事ですね。このラインも随分前に引いたやつですよ。こういうふうに、今、5本の赤い線が引けてますけども、この5本の線ってのが、いつまでも影響して、この一角を作ったってことなんですよ。この一角をね。で、こういうチャートに補助線をいくつもいくつも引いてしまうとちょっとごちゃごちゃするんですけども、上手になると必要な線だけ引けるようになるんですよね。まあですんで私の相場解説は非常にわかりやすいっていうのは、必要な補助線、必ず使う補助線がこうやってしっかりと赤なり黒なりで引かれていて、使わない補助線が全然出てこないことなんですよ。多分ね、FX とか覚えたての方って補助線だらけになって何が何だか分かんなくなると思うんですよね。もしくは逆に補助線がほとんど引けなくってどこに引いたらいいのか分かりませんみたいになるんですよ。そこでですよ、中級編で補助線の引き方をいっぱい練習していただきました。FX の中級編講座ですよ。昨年、ね、何名かの、結局ね、50名ぐらいの方に販売したと思うんですけども、で、その中で中級編に取り組んでいただいた方には、私の方にね、添削依頼が結構来ました。で、添削依頼に対して私一生懸命に返信して、補助線の添削をしましたよね。そうして身についた力で、今日も、昨日も、今月も、勝ってくれたんじゃないですか？ね。じゃあ4時間もう一回見てみましょうか。日足の次は4時間ですよ。4時間を最後に見て、視聴者さんから、受講生さんからの声に移ろうかと思います。これですね、4時間で見るとダブルボトムが確認できるんじゃないですか。こことここにね、
だからこれはね、あの結果論です。4時間そんなに見てないんで、見てみたら結局はダブルボトムをつけてこの水準まで、この赤いところまで戻ってきたでしょ。115円の430までね。このね、赤いラインがね、いつまで経っても使えるんですよ。ずいぶん前に引いた下の線がこれ113円の600でしょ、うん、できっかけはこのね、レンジの黄色い箱を作ったところなんですよ。ここを超えたら大きく上の方にズバーンと行きますよってことなんですけども、アウトブレイクね。1回目はちょっとね、すぐ引っ込んじゃったんで失敗したでしょ。で、もう1回ぐらいトライしようかなと思って、私最悪3回目までトライしますからね。さあ2回目のトライでもう一直線に上がっていったわけですよ。これで勝てずして何で勝つっていうんだ。逆に私のこのね、 FX の中級講座ちゃんと聞いてれば、補助線をちゃんと練習してれば、これがいつでも取れるってことなんですよね。凄まじいでしょもちろん下落でも取ってますからね下落でも取って、ここでも取って、ここでも取って、はい最後コモでも取ったみたいなね。で振り返ってみたら、4時間はめったに見ないですけど、4時間で見たらダブルボトムやっぱりできてきたんで、4時間でダブルボトムに気づいた方は、ここで大きな上の流れがね、取れていたってことにもなると思いますけどもね、はい、いかがですか。もうね、感動しますよね。もうこうなってくると、いや私はね本当感動ですよ。こういう風にあの利益を出してくださる方が、これからお話ししますけどもね、今回の1月の28日を前にして、もうねメールをくださってるんですよ。ありがとうございます。もうメールいただいて、で、ね、2週目もメールはいただいたんですけども、今回は顕著でしたね。ということで2名の方紹介したいと思います。1人目、50代女性、中学生の女の子を持つシングルマザーです。前略でいろいろと書いてくださったんですけども、そこはちょっと抜いてですね、大事なとこだけお話しますね。昨年 FX 中級編を受講した時、補助線の添削を何度もいただきました。あれが昨年の11月頃から効果が出てきて、久保さんの相場解説がさらに分かりやすくなりました。ここでエントリーと久保さんが言ったことを頼りに、私もエントリーとつぶやきながら仕事に出ています。ロスカットラインとリスクリワードの確認メールを送るとすぐに返信が来るので、安心して夕方の利確に持ち込めます。まあ、すいません、ここまで当てにしちゃいけませんよね。ダメですよ1月に入りもう15万の利益確定で、ついにパート収入を超えました。この私が FX トレーダー信じられません、というふうにメールをいただいてます。まだメールは長いんですけどもね、まあ、抜粋して一部をお届けするとこんな感じです。ね、この方はね、うん、自分でもこうやって書いてますけども、私がこう相場解説をするから、それに合わせてやってるんですよね。だからそれじゃダメですよ。あくまでも私のは参考にしていただいて、決断は自分でしてくださいよ。自分で根拠を持ってやるんですよ。で、私の相場解説を参考に、もしくは答え合わせに見るぐらいがちょうどいいです。じゃないと私が配信やめたら急にエントリーできなくなるでしょ。ここでも書いてますけども、ここでエントリーって私が言わないと、私もエントリーって言えないってことは、私のミラートレードしてるに過ぎないんですよ。それは本当の力ではありません。ただね、私のトレードを信頼してくださってるっていうところで、あとは私の中級編講座を信頼してくださればいいんで、あともう一歩ですね。ありがとうございます。ではもう一名、紹介したいと思います。60代男性です。この方もメール長いんで、ちょっとね一部を抜粋でお届けします。3年前に速稼塾に入れていただいて、毎日なんとなく更新通知に掲載されているいろんな動画を眺めていました。その中でも FX が興味が深かったので、たまに久保さんにメールをさせていただきました。確かそうだったですね。いつだったか、今日から始めて 1,2 年後に勝てるようになっても、 FX は十分人生の元は取れると思います。まあ、そういうことを私が言ったんですよ。この言葉を頼りに意を決し、昨年の FX 基礎講座と中級編を購入。毎日みっちり勉強していましたが、本当に勝てるようになりました。うん、勝てるようになるでしょ。今は資金投入量も少ないので、毎月3万円から5万円程度のプラスです。それでもいいじゃないですか。3万から5万の副収入なかなか作れないですよ。うん、あとは勇気と決断力を鍛えて本物のプロトレーダーになろうと思います。うん、もうすぐですよね。ここまでいったら FX 上級編は個別だそうですが、40年ほど勤めた私の会社もそろそろ潮時です。もう定年が近いんですよね。しっかり退職金も出ると思いますので、一括でお支払いします。おお、ありがとうございます。高いですよまあ高いって言ってもね、すぐに元取れますよね。うん、
確かにね、すぐもう取れない。ただ一発トレードで取れると思いますよ。多分、この27、20、28のトレードの、勝ち金で、払えるんじゃないですか。払えないか。払えるか払えないか分かりませんけどね。うん、でも、この27、28で、少なくとも10万ぐらいは稼げてると思いますよ、この方は。しっかり退職金も出ると思いますので、一括でお支払いします。心して受講したく思いますので、よろしくお願いします。うん。老後2000万円など、もう怖くありません。全然怖くないです、もう。私の残りの人生二十数年を久保さんと FX にお預けいたしますというね、強い決意をいただきました。まあ任せてください。まあでもね、 FX で自立しちゃうと多分私との関係徐々にね手放していくんじゃないですかそんなこと言ったら寂しいですかね。うん、でもね、それでいいんですよ。私が必要なくなったらそれが本当の速稼塾のスタートなんですよ。だからずっとね、私についてきてくださるのもありがたいですよ。嬉しいですよ。でも本当は独立してもう自分の人生、自分の塾を運営するぐらいになっていただくと私も嬉しいなと思います。今までにもね、私の速稼塾第一期生から始めてきて、2013年の独立して自分の塾をやってね、そこでタワーマンションに住んだりとか、お母さんお父さんに家を買ってあげたりとかね、まあそんな報告聞くと本当に速稼塾始めてよかったなと思いますし、まあ全員が全員ねうまくいくものではありませんけども、でも大げさなこと言ったら、私がいなかったらその一部の方ですらいなかったんだろうなっていうふうにこうやって振り返ったり自負したりしてるんですよ。ですからこれからね、もっともっと分かりやすい FX もそうですけども、その他のコンテンツに関しましても本当にね、取り組みやすくって飽きにくくって、そして私がいなくてもずっとできるようなね、そんなメッセージが伝えられたらなと思っております。今回長い動画になりましたけどもね、ありがとうございます。どうも。じゃあ今週の相場解説は以上です。本当はお疲れ様でした。これからやることってのは私がね、追撃モードに入ってますから、それを見てどのように判断するかです。もう今週の利益確定はもう終わりです。こっから付け足しになりますんでね、今週の相場解説しっかり見ていただきましてありがとうございました。もうね、今月1月ですけども、今年一番の利益になったんじゃないですか、これが。本当にすごいですよ。めったにないです、こういうの。お疲れ様でした。